あんた、さっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ？もうここでの仕事は済んだってさ、次のとこに移されていったよ。次のとこ？どこだ？さあね、いろいろだよ。立花さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ、立花不動産っての、何が目的か知らんけど、あそこに関わるのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長、この間東条海本家から指詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名でチクられてね。もっともチクられたのはそのほんの一部、全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるってよ。立花が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は立花さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、立花からは手引けって忠告くらいだね。